はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2、スーパーストライカーライブ配信始めていこうと思います。いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。チャットコメントもお願いいたします。 Please my Twitch、アカウントフォロー&チャットコメント Please。 この配信のアーカイブ YouTube にアップロードいたします。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel upload two days after my YouTube channel subscribed and good button please。 9、Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ、アクセスしてください。 X のアカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX マイアカウントフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。スコアメモですね。レベルはご覧の通り。翼はレベル5になりましたね。パルメイラス戦ですね。真ん中か。タックル。なんだこの消えるフェイントって。ドトール君。パスカット。お、危ない。ピンチが続く。フォローかな。多分シュート行くと思う。あ、ダメだ、届かないんだ。あぶねー。あー、嘘だろ。先制点を許してしまった。しゃあない、試合再開です。翼くんへ。パスかな。通常パス、バチスタ君へ。オッケー。
再度翼くんへ。なかなかマークが厳しいな、それまでのチームと違って。ジュウくんへ。さあジュウくん、低いボールに動きは、あ、そうか、身構えている。こぼれ玉になってしまうが、だからそこに待っていた田浜田くん、これシュート、パンチングクリアされますが、田浜田くんがまたついている。どういう組み、あの構図なんだ。マリーニくん、ナイスカット、インターセプトです。そんなに距離待ってないよね。バビントンくんへ。一度どうしようかな、翼くんに渡すか。あー、まあまあでも OK、翼くんチャンスかもね。おっと、キーパー直接出ていったが、こぼれ玉になってコーナーキック。ショートコーナー、ちょっと近いな、バチスタ君へ。いや、さすがにこれはパス。ジュウ君へ。ジャンプ合戦、こぼれ玉になってしまうが、ニー君だった。ワンツーリターン。カット。また消えた。結構ゴール前なんで、フォロー。決められてしまった。ちょっと相手が悪いな。敵は強い。強引突破。ナイス。敵を10番も強いぞ。ここへ翼くんにフォローしてもらおう。ちょっと微妙に前へパス。翼くん対応してくれます。点は返したいな。どうかな、だろうな。なんかパスは通ります。トラップ、インターセプト。おっと、だがカットが決まる。プラトン君へ。翼くんがいい位置いますからね。翼くんへ。どうかな、パス通るか。あ、パス通った。シューツ、これシューツ。あと勢い弱まった。翼くんへ、そのままパス。翼くん、ボレーシュート。
決まりました。1点返しましたね。第2になりました。さあ、これで1点返したんで試合再開。ただ前半ですね、試合が結構激しく動いております。タックル、タックル、どうする。相手はヒールフェイント好きやな。ブースターシュート？なんだそれ。まあパンチング、無理やね。決まってしまった。サイド 1.3 で引き離されてしまいます。引き寄せといて、いや、ここはどうしようかな。難しいが、ドトール君へパスキャッチ成功です。時間がない。サイド翼くんへ、これ翼くん通りました。さあ、あえて前へ、ジー君ボールは汗は結構いいシュート状況だが、ボレーシュート、これ邪魔になっちゃったか。そこをプラトくんが待っている。やりましょう。ああ、取られてしまうが、リマ君がカット、ドトール君へ。ただあんまり深追いすると今後の守備に悪影響が出ます。ジュー君へ、いや、ここはシュートしない。一回フェイントかけて翼くんへパスへして、ジャンプして勢い弱まって、翼くんそこを動きを合わせて、おっと、オーバーヘッド、どうだ。翼くんオーバーヘッドキック、あっと、だがパンチングになってしまう。当然競り合う。マラウ君がカットが2番かな、リマ君へ一度、あんまり前へ出ずに突出せずに、ドトール君、ドトール君もディフェンダーか。プラトン君へ、どうかな。あ、いける。
翼くんへ。あ、間違えた。フェイントくんか。ここはちょっとフェイントで。ああ、相手に捉えてしまう。パスカット。ナイスバビントンくん。さあ、ほとんどもう時間がないぞ。翼くんへ。と。さあ、翼くんへ。ここはもうやるしかない。競り合いだ。知ってる。強烈なボレーシュート決まりました。1点差に差を詰めます。さあ、もうほとんど時間ないですね、前半は。2対3のまま後半を迎えます。スコアメモは出ないんだ。ガッツがな、あんまりないんだよな。だからまあ均等に。え、なんでやねん。あと反則攻撃。ゴール前にやると怖いな。ちょっと相手の方、相手に押されてる印象がありますが。入力に回す。パスカット、クリア。ボレー玉になる。だが敵に渡ってしまう。ボレーシュート。お、ナイスリマ君。いいですね。なんかピンチは続く。これシュート。わあ、決まってしまう。
さあ試合再開です。なんか勝たないと、まあ、ガッツがね本当足りないよな。翼くんを成長させないといけないゲームなのかな。プラトン君ちょっと突出している。がやっておきましょう。取り囲まれたがこんなの強引に突破です。反則ばっあと思った。相手が反則か。翼くんどうする。ドライブシュート。くガッツが足りない。なんだそれ。あーそこでシュート打つんだったら無理だな。さあジュウ君当然敵がいる。パスするとあーダメだ。ほとんど状況が変わらない以上は変化しない。チッサ君一度ジュウ君どこだ。ジュウ君さらにパスできるのか。翼くんがフリーだぞ。あかん。トトール君バチスタ君へ。バチスタ君取りました。プラトン君へ。展開すごい多いな。構わずパス。バビントン君へ。取れるか。敬っただけ。プラトン君へ。さあプラトン君シューツ。ヘディングシューツ。こぼれ球になってしまって相手に取られてしまう。あーワンツーリーターン早い。アマラウ君おー裏をかかれた。ちょっとやっぱりパルメザンじゃない、パルメイラス強いな。完全に抜かれてしまいました。これが怖いこのゲーム。だからあんまりディフェンダーは深追いせずに行こうとしたんだが、さあ完全に相手の方が前だ。ブースターシュートを蹴られる。嘘だろ、こんなん無理やろ。おっとしかし助かった。ジュウ君がフリーになってるぞ。さあ突っ込みます。あとまあ11番もいます。さあここもう完全にフリーです。プラトン君へ。えなんで、いや届かない。さあ1対1抜けば決まりだが、もうまずシュートを打つ。ヘディングシュート。パンチング。マリーニ君
チャンスではあるが、ちょっとゴールまでは遠い。田浜田くんへ。さあ、ボールに向かうが、これは届かない。田浜田くん、距離は？距離は結構まだあるな。あ、結構いいじゃん。プラトンくんへ。一度渡して、で、キーパーまだ倒れているんで、シュート！プラトンくん、ヘディングシュート！どうだ？あっと、キーパーの執念の意地。だが、ジュウくん、まだチャンスがある。もちろん、シュート。決まりました。3対4です。翼くんがいなくてもシュート決められるぜってとこを見てますね。さあ、これでまた1点差になりました。残り、7分半となります。試合再開。逆サイド絶対おかしいだろう。え、なんでやねん。こんな遠いとこからブースターシュート打つのかよ。しかもディフェンダー何もできないのかよ。嘘だろ。これはちょっとダメ押し感じですね。3対5になってしまいました。試合再開。サンパウロキックオフ。プラトン君へ。ジュウ君、ガッツが100切ってるな。一度田浜田くんへ。サイドフォワード。そしてどうかな、届くのかな。田浜田くん、これ取られるかな。届かない。よしよしよし。プラトン君どこにいるんだ。あ、もうほとんどゴール前だ。パスは通用しないからシュートし合いましょう。こぼれ球、ドトール君。翼君がもうゴール前にいますね。さあ、低い動きに動きを与え、あれ、翼君ガッツが戻ってる。翼君ボレーシュート。決まりました。決まるか。打ってみるものです。ガッツなぜか戻るんですね。結構戻ってましたね。翼くんにボールパス回ししないうちに。
追い上げました。試合再開です。パルメイラス残り3分となります。点が1点ずつ取り合ってる感じだよな。どうだ、遠かない。クラト余計弱まっただけ、メイクに渡ってしまいます。メイクまたブースターシュートかよ。届かない。決まってしまいます。4対6ですね、これね。ちょっと厳しいですね。この試合終わった後、ちょっと買い物に行ってきますね。10分ほど離れます。すいません。ワンツーって結構ガッツ使うんだよ。だからそれで一気に前進することは可能です。さあ翼くん高い。全部ダメ。じゃあシュートしない方がいいってことか。プラトくんがいる。もちろんシュート、シュートするだけもガッツが足りないのかよ。嘘だろ。ジュウくんは100ある。捕らえてしまいます。試合終了となりました。サンパウロを敗れてしまいました。グリミオ戦に戻っちゃうんですね。シルバこれって前回グレミオ戦ってやったっけ。やってますね。グレミオ戦負けて2回やってるんだ。で今回はグレミオ戦に戻されたんだな。その時は1回目は4対5で負けたけど、2回目で5対1と圧勝でしたね。でもなるべく翼くんにガッツガッツ使わせずに温存することがいいんじゃないかなと思います。ちょっと買い物行ってきますので、10分プラスアルファかな、お待ちください。
はい、お待たせいたしました、再開いたしましょう。今あのスコアメモとか見たんで試合開始です。お、なんかバッ眠くなってきた。だなあ。あれ、これもうこれで終わり？サンパウロが、翼くんになるべく渡さないようにしつつ、ワンツーかな、ワンツープラトンくんと。ちょっとプラトン君と突出してしまっている。ワンツー出しすぎるとこぼれ球になってしまう。ドトール君、いやドトール君ちょっと突出しすぎている。マチスタ君へ、ミッドフィルダー左のマチスタ君です。難しいとこやな。あ、ドトール君ディフェンダーか。いやドトール君さすがにこれは良くない。ジュー君へパス、通るかな、通った、シュート、ジュー君ヘディングシュート、タッチングか。さあそれを田浜田君がヘディングシュート。さらにここで翼くんへ、どうだ、こぼれ球になってしまうがクリアしてしまう。マリーニ君、ちょっとマリーニ君前へ突出しすぎている。翼君に渡そうか、どうだ、届くか、届かない。さあっと翼君ここで動きを与えるが4人です。でもそんな、ドトール君なんでここまで突出してるんだ、いけません、いけないよ。プラトン君へ、見られてるか。さあ裏をかかれた感じになった。だがこれドトール君前に出すぎてるよな。ジュー君へ、ジュー君ちょっとガッツが、さあジュウ君はメオン君だ。
これシューツどうだ、抜けられるか、抜けられない。そこにバウィントン君が応対している。バウィントン君ちょっと遠いな。クラトー君へ、どうだ、通るか、パス通った。しかも誰も他に守備がいない。これシューツ、ドトール君、ドトール君は、まあでもこのまま入れちゃえ。ダメですね、サンパウロのコーナーキック。じゃあドトール君に切ってもらいましょうか。バチスタ君へ、ちょっとショート気味のコーナーになりますが、あ、なんか言い乱れてんな。バビントン君へ、え、なんで敵に渡っちゃってあんだ。ダッシルバ君だ。これこいつ怖いんだよな。完全に抜かれてしまいました。何もできない。とりあえずパスパンチングだ。こぼれ球になってグレミオのコーナーキックです。さあコーナーキック行きましょう。試合再開、変えない。え？当然パンチング。ドトール君ナイスカバーだがピンチは続く。決まってしまう。なんとは、残りガッツを見れるんですね。ジュウ君のガッツが不足してんな。じゃあ試合再開か。まあ翼くんに頑張ってもらうしかないな、こうなったら。ワンツーあんまり良くないな。バチスタ君へ、ん？弱まったが、パス決まる。
ナトン君とのワンツーです。結構ゴール前まで来ている。これジュー君にパスするが、ジュー君パスキャッチ決まる。これバチスタ君だ。バチスタ君の前へシュートを出しまして、あーっとインターセプトされた。弱まっただけ。ワンツーリターンで一気に前へ。全体的にディフェンダー弱いな。またかよ、ワンツーリターン。シュート、こぼれ球になった。ナイス。さあしかし敵の11番が身構えましょう。フォローかな。ナイス、インターセプト。クリア。カット。クリアするとカット許すんだ。大体はタックル。こぼれ球になって田畑くんがカバーです。翼くんへ。翼くんナイスキャッチ。さあ5番が来たが、こんなのもうドリブルで突破です。危ないとこでした。もちろん11番プラトー君へ。さあプラトー君、これ単独ですよ。チャンスです。さあメオ君1対1になった。吹っ飛ばされた。嘘だろ。早くもちょっと相手のダッシルバ君のシュートが来ている。こぼれ球になって敵の11番に渡ってしまう。レアト君見合います。待ちます。飛び込んでいくと危ないからな。これあとレアト君倒れている。危ない。はあ、追いつくどこか突き放されてるやん。翼くん
君ちょっと怒り浸透です。もう時間がほとんどないんですね。ジュウ君へ1点は返したいが、知ってるよ、翼くんがまだ前進前面に出ていないんだよな。ちょっとここで行ってみよう。さあプラトーくん、翼くんはまだ出ていないからシュート決めに行こう。あ、前半終了か。反則と思いきやそうではなかった。作ったと思ったんだけどな。ライトとレフト交代レベルですね。パスカブロックってなんだ。パスカット進行、かしやがったか。パスです。さあプラト君カットに向かうが勢い余っただけ。しかも相手はワンツーで一気にゴール前まで行く。さ、怖いのはダッシュルバ君だけじゃないからな。余っただけ。ニーニ君パスカット、おっと裏をついてボレーシュート、これは前プレミオコーナーキックです。これが前になる。さあマリーニ君、マリーニ君って誰だっけ。パスですね、普通にパス。バビントン君へ、今度はタハマタ君へ。何この壁、えぐいな。これまた今度はバビントン君へ。あっとそのままちょっとトラップかな。それを笹くんへ、笹くんパスキャッチ。さあここでワンツーです。あまり味方がいないとなってます。ちょっと遠いな。ドリブル、引き続きドリブルを続けていきましょう。さあここでだんだん追いついてきましたね。9番がゴール前にいます。
ジュウ君へ。ヤオ君が来た。シュート。ヘディングシュート。どうだ？決まりました。1点返しましたね、ようやく。翼くんアシストです。さあ試合再開です。プラトンくっつきましたが、ブロックってなんだ。ダッシュブラックに渡ってしまった。お、ドトールくん、バチスタくんへ。タックル、タックル。おお、ナイス、ドトールくん。すぐに翼くんへ。ここでなんかジュウくんがフリーになってるぞ。だがガッツがちょっと心配ですね、ジュウくん。プラントークが205ですからね。さあプラトーくん、ゴール前です。プラトーくん、ボレーシュート、パンチングだ。こぼれ球をジュウくんが対応している。それを再度ボレーシュート。シュート合戦。バチスタ君、さあ一度ドトール君に渡して、こぼれ球になってしまって10番がフォローしてしまう。今6番とか何だったの。これ玉になった田畑くんが、一度バチスタくんへ。翼くんが前傾に出てるぞ。敵の5番に渡してるように見えるが、実は9番は誰だ。ジュウくんか。ジュウくんガッツがないからな。これなら自分で突破した方がいい。ヒールリフトってお見せしよう。ヒールリフト、さあもうゴール前に来てます。やりましょう、ドライブシュート。わ、パンチングに防がれる。俺にはドライブシュートは通用せん。サンパウロコーナーキックです。そうですね、これチームプレーをする必要がありましたね。個人プレーではダメです。
さあ、コーナーキックになりますね。さあ、じゃあまあね、バチスタ君、当然パス、田畑くん一度渡しましょう。さすがに田畑くんへそのままシュートするわけじゃない。翼くんへ渡して通るかな。さあ敵の8番届かない、パスがうまい、弱まった。もうほとんど時間がないです。気がつけばオーバーヘッドキック、ダメだったか、トラップです。お、ドトール君、あー、だから届かないか。ダッシルバ君に渡ってしまう。相手をロングパス本当に怖いよな。ほとんどもう時間がない、これは大ピンチ。さあレナート君、パンチングだ。決まってしまう。絶望的な2点差になってしまいました。じゃあまあ試合再開ですね。てかもうほとんど時間ないんだけどな。あー、インターセプトを許してしまう。試合終了です。サンパウロ敗れてしまう。再度グルーミオ戦ということになります。5人がレベルアップですね。さあ、5人がちょっとレベルアップしたんで、バビンドン君も頑張ってもらわないとな。ジュウ君とか、さすがダッシューバ君だな。でバチスタ君へ、嘘だろ、あ
相手足が速いんだよな。まさか770だが、まあ、ここ19に渡すのが正解だろうな。佐々木君はまだですね、トラップ。さあ翼君はどこにいるんだ。翼君が消えた。ここにいた。翼に渡して5人に囲まれたが構わずシュート。競り合いが、おっとこれはサンパウロペナルティーキックをゲット。翼くん、翼くん猛攻過去意味深だったんですが、それは反則を取られてしまいましたね。さあもちろん翼くんがこれ切ります。まあどっちでもいいや。あ、読まれた。嘘だろ。いや、優秀ですね、キーパーメオン君。さあ、本当に徹底してパスカットですね、これ。ああ、こんなになんで前へ行くんだ。ドトール君、ナイスインターセプト。ダシルバ君が来た。ここに田浜田君へ渡すよ。嘘だろ、ダシルバ君。マリーニ君カット。さあだが11番がさらにヘディングで押し込もうとする。こぼれ球ピンチ、危ない。こぼれ球ポスト、そこをダッシルバ君が悪くって、ヘディングシュート、決まってしまう。先生を許してしまいます。ちょっと守りもダシルバ君の速攻も強いよな。
11番今日弱まっただけ。あ、8番までパナトー君パス、パス成功。ジュー君へ。さあジュー君結構いいとこにはいるが、まあちょっとね、一旦トラップかな。お、翼くんが攻めます。ドライブオーバーヘッド。届かない。伸びます。球が引きがありました。同点です。試合再開です。さあ1対1を対決かわしましたね。10番11番が本当に強いよね。さあ何としても、パスカットかな。ナイスクリア。プラトクにボールが当たりました。翼くんが早い。もう翼くん追いついてきます。翼くんもそのガッツを結構消費してるな。お、だからゴール前に9番がいる。違う、普通のパスでいい。ジュー君単独ですからね。もちろんシュートです。ジュー君ボレーシュート。どうだ、ダメだ。パンチングで防がれたが、ここにバミントン君がこう、バミントン君このまま入れてしまおう。シュート、防がれそうな感じ。ミワ君です。お、ミワ君倒れている。プラトン君へ。もちろんシュート、ヘディングシュート。え、これでも防ぐのかよ。3位バミントン君が、ミオン君いる、身構えてる。ヘディングシュート。あーっとかー、これはすごいな。
は、バチスタ君、翼君に渡すか。どうでしょう、届くかな。お、チャンス。俺が決めてやるって心があるかどうかですよね。またコーナーキック。いや、マリーニ君へ。一度田浜田君へ。当然来ますが、シュウ君と翼君と、一応バチスタ君へ渡します。敵渡ってしまう。なんでだ。ありがとうございます。爆連、間違えた。ドトール君ちょっと前突出しすぎだよな。だからチャンスなんで翼君に渡しましょう。いや、待った。さあ、翼くん。もうほとんど時間ないからな、もう。決めに行きます。さあ、田浜田くんが。これ、倒れてますね。チャンスです。じゅうくんがいますね。じゅうくんに渡すもん。倒れている。もちろんシュートです。これシュート決まるか。決まりました。ナイスです。ジュウ君今度はあのキーパー倒しまして、シュート決まりましたね。さあ、リードを奪いましたね。さあ、試合開始です。再開です。前半もう残りわずかです。タックル、パスカット、翼くん、ナイスインターセプト。やりましたね。前半終了となります。の能力が抜け出てますよね。最大ガッツも含めて
まりガッツ消費してないんだな。レナート君とか。ガッツを消費すると、適応レベル上がりやすいと聞くな。マラ君、さあ敵を6番身構えましょう。ヘディングシュート、まあ、当然来るからな。シュート、さあマリーニ君、これトラップルですね。簡単にクリアしちゃいけません。7番へ縦パスです。シュウ君へ、さあちょっとダメ押しの3点目を決めたいですね。翼君へ、これまだ早いか。今だ、ここだ、ここでプラトン君へ。どうだ、届かない。 OK、 シュートし行きましょう。これボレーシュート決まりました。加藤君のボレーシュート、これは大きな3点目です。大きく突き放しましたね。さあ翼くん突きました。パスカットかな。橋だ。タックル、パスカット、お、シュートだったか。こぼれだ。ナイス田畑くん。マリーニ君、これクリアじゃダメです。トラップです。ダシルバ君に来られるか。近くの田畑くんに渡しましょう。今日弱まっただけ。田畑くんだ。どうしよう。まあ普通に10くんでいい。ここに翼くんが前にいますからね。翼くんに渡しましょう。オーバーヘッド、あ、前に、その前に競り合いか。オーバーヘッドキック。どうだ？決まりました。翼くん、オーバーヘッドキック、大きな4点目です。
ダメ押しでしょうね、これ。もうよ、3点差はでかい。パスになりますが、佐々木君が上がってくる。バビントン君や。お、なんかここで、何？プラトン君と翼君がいるが、翼君はちょっと。ガッツがな、心配だよな。お、ナイスジオ。さあジオくん、これはさすがにそのままシュートを入れるわけにはいかないので、プラトンくんへ渡します。体勢を崩す。あーっと、しかしこぼれ球を捉えてしまう。このワンツーリターンが怖い。一気に抜かれちゃいますからね。またワンツーリターンかよ。さあこれは身構える。いや、フォロー、これシュート。オッケー。ダッシュバー君ヒットは抑えた。ナイス。パスするとバミントン君へ。パスは取りました。これはチャンスやな。結構ゴール前はもう押し上げてますよ。あと3分40秒です。一度ジュウ君かな。翼君のガッツもジュウ君ですね。普通にで、プラトン君へ渡して、翼君に決めたいけど、いや、シュートしましょう。そのままヘディングシュート、パンチングで防ぐ。早速に渡しゃよかったっけな。いや、今日7番ちょっとやばいな。頑張ってはいるものの、あー決まってしまう。そうだよな、こぼれ球が結構決まるシュートがあるよな。
まあほとんどもう時間ないですからね。翼くん360。勢い弱まった。あとなんと6番がパスカット、勝ちましたね。再度パルメイラスに戦です。3人しかレベル上がらない。翼くんのレベルは上がりました。トニーニュとネイ、さあちょっと今回最後になります。翼くんのレベルは上がりましたからね。レナートくんって誰だ。あ、レナート君キーパーか。レナート君頑張りましたからね。飛び出す能力があるのか。マリーニ君も今回レベル上がった一人です。ではキックオフいきましょう。さあ勝っても負けても今回最後の試合です。トニーニョくん、とにかくパスカットなんですよね。ブロックしたろっか。かわされました。もうワンツーリターンが怖い。トニーニョくんドライブシュート、弱まった。どうだ、パンチングでこぼれ玉。トラップですね。トラップ一択。コ
こぼれ玉になってネイ君に取られてしまう。ミヤト君バランスを崩している。ドク切るフェイントが決まった。ありがとうございます。サンキュー。レナト君はドリブルに備える、まあ、当然これしかないですよ。ブースターシュート。おおすごい。パルメナスコーナーキック。ブースターシュート。またをブースターシュートか。今何度も防げないと思ったらドトール君が今度は防ぐ。すごいな。熱い展開になって3分も経過してんのか。なんで3分も経過するんだろう。空中戦だ。決まってしまう。あっさり入ってしまうな。フォローありがとうございます。ですね、田畑くん翼くんに渡しましょう。結局クラトンくん、うまい。
どうしよう。まあそのままドリブルかな。取り囲まれたが、ここにジオ君がどうだ。弱まった。ジオ君シュートじゃないよ。ニークに渡ってしまう。あっと許してしまう。メイクボレーシュート。パッチング決まりましたね。2点差つけられてしまいます。タックル危ない。翼くんに渡しましょう。ここでバビントン君が空いているのでパスします。バビントン君に渡します。一度田浜田君に渡して、いやまだドリブルでいい。でここで一度翼くんには、翼くんかな、さあ中間地点にボールを飛ばしたプラトンくんが反応しました。プラトンくんシュート。あーっと敵をキーパーに捉えてしまうのか。カットかな。パスですね。やっぱりネイ君こぼれ球です。だが6番が、釣りターンが強いな。シュート。マナオ君こぼれ球ナイス、これドトール君はトラップでいきます。それをさらにバビントン君へ。そして今11番がいますね。プラトン君が、プラトン君もう前半ほとんど時間がない。1点は欲しいが、おバチスタ君がこう、3位バチスタ君ヘディングシュート。サンパウロコーナーキック。
ですね、ショートコーナーからプラトン君へ、翼君へうまく渡ってくれるといいが、あ、渡ったな、さすが、もう関係なくやるしかない。あーっと前半終了です。さあ試合再開といきましょう。届かないか、ネイ君が誰にパス、弱まっただけ、トニーニョ君に、トニーニョ君ドライブシュート、パンチング、どうだ、防げるか、防いだ、パルメアスコーナーキック、点は返したいですよね。いいとこが今のとこないですからね。ジュークに渡る。おっとジューク単独だ。しかしまだ5番が、あと5番がちょっとひるんでいるところ、ゴール、もうほとんどゴール前まで1対1になりました。シュート、あっとこぼれ球が1対1に持ち込んだんですが、メイ君のクエルフェイントがこぼれ球になる。レナート君防げるか、防げない。あー、いや、みんなシュート能力が高いですね。試合再開です。翼くんへ、さあ敵の10番もうドリブルで防ぎます。あ、反則、こちらサンパウロにフリーキックです。マンツーかな、
ちょい謝ったな。お、まだどこにいるんだ今。プラトン君へ。プラトン君ヘディングシュート。プラトン君へ。これをジュー君へ。ジュー君し、これシュート。どうだ、防がれた。サンパウロコーナーキック。バビントン君、バチスタ君へ。当然敵が来るんでここではシュートを決めない。ジュー君130しかないのか。捜索に行きましょう。あっとインターセプト。敵の6番が本当に強い。クリアです。ニックブースターシュート。こぼれ球ブースターシュートを防ぎましたね。ゴールに行く前に防いだとはな。さあドトール君トラップです。7番って誰だ。バビントン君だ。このまま縦パスした方がいいのか。一応翼君に渡しましょう。これね、あもう後半も、いや違う、ドライブシュート。どうだ決まるか。届かない。決まりました。一矢報いた感じです。さあもうアディショナルタイムですからね。カネヤ君どこだ。どうする。
こぼれ玉になった田浜田くん。バビントンくんへ。でももう時間ないんだろうな。残念ながらこのまま試合が終わってしまいました。グレミア戦に戻ってしまいます。なんかレベリングになってますね。もう一回スコアメモ。プラトン君と誰だっけ、ジュウ君かな、レベル上がったのは。まあ少しずつレベルを上げながら頑張っていくしかないですね。そうか、ブロックって相手のシュートを阻止する行動か。あとタックルでシュートを奪える場合もあるってことですね。だからもうゴール前いたらブロックがいいのか。タリングをスルーするとキーパーがバランスを崩すってなってますね。ヒールリフトなどドリブル技に抜け足もいいか。ということで、
こ前ですね。はい。ということで次回はまた、グレミオ戦をやっていきたいと思います。だんだんあの味方が強くなっているので突破できるんじゃないかなとは思います。次回こそパルメイラス戦、勝ちたいところですね。はい、なかなかレベル上がりにくいゲームではありますが、ということで、ここまでとなります。ツイッチで配信を行ってきました。フォロー一人いただきました。ありがとうございます。ぜひ、フォロー、皆様のフォローお待ちしております。 Please my Twitch アカウントフォロー Please、また、YouTube で、2日後27日21時に外部アップロードいたします。プレミア公開いたします。ぜひそちらもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。 Please my YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please This live archive upload プレミアライブ2 days after my YouTube チャンネル。また旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。YouTube アカウントフォローリポストいいね お待ちしております。 YouTube じゃないツイッターですね。ツイッター X、マイツイッター X、プリーズアカウントビジットアンドフォロープリーズ、リポストアンドグッドボタンプリーズ。ということで、キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。